はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。ご無沙汰してません。だいぶサボってました。大塚進ですけど、いつの間にかね、秋になってきましたよ。ここに一つ、よいしょっと、ここにも一つですね、よいしょっと。このね、野生というかうちに敷地、庭に生えてるね、うちの敷地に生えてる栗の木がね、どんどんほら、これ美味しそうだね、でかいね。トゲは痛いからです。よいしょ、ちょっと出して、ガシガシやって。よいしょ、出た。おっと、飛んじゃった。どこだ？これと、もう一個。これかな？パイヤの。栗がね、もうあっちこっちで、ほら、美味しそうな栗の木がね、見えるかな？たくさん落ちてるんですよ。でね、野生というか、全然手入れとかしてなくて、勝手に生えてる栗なんでね、実は小さいんだけどね、結構実は詰まってるね。今年は栗が豊作ですね。年にはこっち来てもう3年目になるんですけどね。去年はこんなに栗取れなかったな。これね、よいしょ、いっぱい取れてる。これちょっと中身、虫が食ってる。で、人間はほとんど私はほとんど栗食べないんですよ。だいたいね、ここにもあるね。美味しそうだね、これ。あ、虫食ってるかな？あ、虫食ってるわ。だいたいなんかね、動物が食べるみたいでね、これもいっぱい落ちてるわ。ここにもね。よいしょ、これ、ほら。これ美味しそうだ、まんまるとして。イノシシとかですね、食べるみたいですね。なんか、朝起きてね、こうやって、うちの裏庭で出てみるとですね、いっぱい栗が落ちてて、開けられてね、なんか食べられてるのがいっぱいあるんでね、まあ、イノシシとか食べてるのと、あと、うちのヤギもね、このピノちゃんもね、ちょっとピンとかない。よく栗食べてるんですよ。で、結構力、歯の力強くてね、もうガシガシ言いながらですね、栗を食べてますね。で、私もね、今年はたくさん取れてるんでね、少しお裾分けいただいて、これからなんかね、栗、焼くか、煮るか、なんかやってみようかなと思ってますけどね。ちょっと裏側には、今日はいい天気ですね。いい天気ですけどね、お空はね、いつも通り、もう煙空です。煙トレイルが真っ盛りでね、なんか明後日あたりまた天気が下り坂のようですけどね、やってますね。ヤギはもう、ヤギにとってはね、このうちはね、天国ですよ。好きなものいくらでもあるしね、食べるものいくらでもあるしね、歩けばそこに食べるものがあるという感じでね、もう毎日幸せに暮らしてますね。で、好みのものしか食べてくれないんでね、私としてはちょっと困っちゃってるんですけどね。で、裏庭の畑、ここもちょっとね、お見せしようかな。しばらく前にね、見えるかな、こうやってね、光逆光かな。草ぼうぼうみたいに見えるんですけど、これ実はね、ライ麦をまいたんですよ。ライ麦の種をいっぱいまきましてね、あ、もうこうやってほら、ダメ、食べないで、まだ食べないで。まだ、もうちょっと大きくなったから。ライ麦の種をいっぱいまいてるんですけどね、まあ、たくさん巻いて、こうやってある程度ね、ヤギに食われちゃうんですけど、なんとかね、半分くらい生き延びてね。で、冬の間みんな枯れちゃうでしょ、草がね。なので、これもそうなんだよ。これも全部これね、ライ麦なんだよね。これもそう。冬の間、他の草が全部枯れてしまってね、食べるものが、笹しかなくなってしまうんでね、その時ね、このライ麦がもし育ってくれてね、青々と育ってくれたらね、多分ヤギに助かるんじゃないかなと思ってね、巻いたんです。まあ、ちょっとでも、出たそばからね、こうやって食べられちゃってるんでね、まあ、どのくらい生き残るか。これはなかなかね、このうちの私のうちにおける難しい問題なんですよ。いろんなものを育てたいんですけどね、片っ端から食われちゃうんですね。これはキバナコスモスとね、こっちはキバナコスモスね。これはね、なんかね、去年まいた種がね、やっと今年ちょっと咲いてくれて、でもちっちゃいんですよね。すごくちっちゃい。ほら、手の大きさと比べてください。すごくちっちゃいね。全部ちっちゃいんですよ。なので、その理由がね、わかんないんです。その土地の問題か、その放射の地震の後ね、なんか土を新しく入れたかもしれないんですね。その入れた土がね、あんまりまだ良くないのかもしれない。だからね、このキバナコスモスのそばにはね、このちっちゃなこの、みすぼらしいとか可愛らしいというかね、コスモスなんですけどね。で、私今年はね、コスモスをなんとかね、生やしたいと思ってね、で、去年から種をまいてたんですけど、ほとんど今年は咲かなくてですね。で、仕方なく下の方ね、道の方にいるといっぱいあちこちで今コスモスが
咲いてるんでね。で、それをね、いただいてきてね、根っこからいただいてきて、植えてるんですよ。で、なんとか今年はね、この裏庭はね、花をいっぱい咲かせて、コスモスもいっぱい咲いてほしいと思ったんだけど、やっぱりこの、こいつのおかげでね、この子のおかげでね、もう植えたらね、それを待ちかねたようにね、どんどんコスモスも食べちゃうんですよね。でね、どうしたもんかなと思ってね、いろいろ、これもそうなんですよ。これも食べられてるでしょ、わかるかな。うん。頭がもう食べられちゃってね。で、どうしたもんかなと思ったんだけど、そのね、エリアを分けて柵を作ってね、その、ヤギが入んないようにするっていうのも一つの手なんだけど、まあそれが一番いいと思うんですけども、まあそれ手間が大変ってことも半分くらいあるんですけどね、あとね、なんとかその、共存できないかなというかね、ある程度食べられてもある程度残る方法はないかなと思ってね、いろいろ考えたんですよね。今、私がやってる方法はね、日本の神話のね、ギリシャ神話ともつながりがあるんですけどね、イザナミ方式をね、今ちょっとチャレンジしてるんですよ。どういうことかというとね、最後のお話でね、イザナミと、イザナギとイザナミがね、仲違いをしてね、黄泉の国とこの世で仲違いしてですね、イザナミが言ったわけですよね。これからはね、毎日100人命をね、奪って食ってやるぞ。毎日100人の命を取ってやるぞってね、怒ってね、イザナミが言った時に、イザナギは答えたわけ。それならばね、じゃあ毎日150人だっけ ?150 人のね、新しい命をね、産み落とすぞって、ね。そうやってね、産めを増やして増えてたわけですね。そういう神話がありますので、考えたら、とりあえずね、できるだけ時間を見つけてね、コスモスをあちこちね、取ってきたんですよ。取ってきてね、いっぱい植えたんです。で、なんとかね、生き残ってね、少しでも生き残って花を咲かせて、種をこぼしてくれればいいかなと思ってね、いっぱい植えたんです。で、これも食べられてるけど、なんとか生きてるでしょ?まだ花咲いてないけどね。もうこういう状況でね、これもね、食べられてるけど、なんとか生きてるでしょ?これ全部植えてですね。こっちも。これはね、これもそうだね。これは自生のやつだ。自生してるんだけど、ちっちゃいね。なぜかね。土のせいかな。放射能のせいかな。わかんない。で、あちこちね、植えたんです。これもそう。これも植えたんですね。見えるかな。はい、こうやってね、あちこちね、コスモス植えたんですよ。で、毎日ね、これも食べられてるけどね、これもダメかな。これも、こうやってね、から毎日ね、ヤギがね、片っ端から食うんで、これもですよ、食われちゃってるね。でもそれに負けない数のね、コスモスを毎日時間があれば取ってきてですね、植えてるんですね。そういうバカみたいだけど、まあ一つの方法ね、イザナギイザナミ方式でね、これもそうです。植えて、食べられてるけどまだ生きてるでしょ。生きてればね、なんとかね、もうちょっと成長してね、秋の終わるまでにね、冬の来る前にね、花を咲かせてくれればいいな。これも、いっぱい植えたんです、これも。こうやってね、あちこち。これも植えたんです。だから麦、ライ麦も植えてあります。ライ麦植えて、ここもライ麦でしょ?だから、ここもコスモス植えました。食べられてるけど生きてるでしょ?これもね、食べられてるけど生きてる。こういう方式だね。これも悲惨だね。これもコスモスのこの、大きなの植えたんだけど、根っこだけになっちゃったけど、なんとか生きてんのかな。これも植えました。ちっちゃいけどね。これは、ライ麦です。で、こっちの方はね、今土がなんか掘り返してあるように見えると思うんですけどね、新しく開墾してるんですよ。どういう開墾かというとね、笹がね、もう、ものすごく強いんですよね。で、笹が、熊笹がね、もうどんどん、その中に侵入してきてね、どんどんこの土地をね、占領していくんですよね。これも、キバナコスモス。これ、去年のかな。ちっちゃいけど、ほら、なんとかちっちゃいけど、つぼみがもう少し咲くでしょ。これもね、こうやってね、なんとか種を落としてくれれば、来年まで命が続くね。これも、ちっちゃい、すごくちっちゃいけど、なんとか生きてる。こういう状況でね、あと他の秋の草もいっぱい咲いてるよね。いっぱいいっぱい、今秋の空、ヒガンバナも咲きました。ヒガンバナもね、昨日から咲いてますね。あ、よかった、あ、できたら後で移そうかな。で、このような状況でね、もう、なんとかね、この土地をね、もうちょっと、綺麗にしたいというかね、見て楽しい場所にしたいなと思ってるんですけどね。まあ、動物との、ほとんどこいつ野生動物ですかね。野生動物に近いですから、ほとんどね。本能のままに生きてますからね。まあ、共存するのはね、難しいけどね、なんとか共存の道を探ってますね。で、とりあえずは物量作戦でね、食べられた分よりもたくさんのものを持ってきてね、植えて、なんとか、生き延びてほしい。生き延びてね。種を。はい、先ほどね、途中で切れてしまいまして、なんかね、
ね、温度が上がりすぎて、なんかフリーズしちゃった、ストップしちゃったみたいなんですけどね。でちょっとだけ、最後、ちょっとだけね。先ほどは天気良かったんですけどね、例によって案の定、もう雲がバーッと覆ってきましてね、雨がパラついてきました。ひょっとしたらこれからざっとね、夕立来るかもしれませんね。まあ、そういうことで、ちょっとだけ畑の様子を映しておきますね。久しぶりなんでね。結局今年はね、だいぶ土はだいぶ改善されましてね、すごく良くなってきたんですけども、で、いくつ、だいぶ育ってはきたんですけどもね、結局例によってね、ヤギがだいぶ食っちゃったんで、まあ、今年は草を育てたのと、ヤギを養ったんで、畑はほとんど終わっちゃったんだけどね。まあ、少しまたね、こうやって大根とかなんか小松菜とか巻いてあるんでね、秋に向けて、何やってんだろうね、やんなっちゃうね。あそこ植えたのにね、秋に向けて、少し育つといいなと思ってます。それからね、この子がね、好物がね、この梅の、これ梅の木ね、梅の木の葉っぱとね、梅の葉っぱとね、あとね、柿の葉っぱとね、からもう一つがね、桑の木の葉っぱなんですよ。桑の葉っぱなんですよ。でね、時々、よそのところからとかね、途中で道のところでね、桑の木見つけて、葉っぱもらってきたりしてるんですけどね、できれば、うちでちゃんと育てたいなってことでね、桑の木を探したんですけどね、ここにちっちゃいほら、ちょっと折れちゃったんですけどね、これ生えてるね、一本を見つけました。これ桑の木だね。まだちっちゃいですね。まあ、これから秋に向けて葉っぱが落ちるんで、まあ、また来年だけどね、まあ、見つからなければ、あの子に見つからなければ大丈夫。見つかったらね、丸裸にされちゃうんだけどね。あ、そう。それから、はい、こちら、ヒガンバナ咲きましたよ。昨日見つけました。昨日だから10月の、9月の、昨日18日かな。18日だったかな、昨日はね。昨日咲いて、パッと咲いてね、急に咲いて、もう今日満開ですね。こいつは、さすがに、ヤギも食わないみたいですけどね。それからもう一本ね、もう一個桑の木を見つけましてね、ちょっとこの端っこの方で見つけましたよ。どれだっけな、どれだっけ、ちょっと、やぶこぎですけどね。あれどこだっけ、あ、これだ。見つけました。あ、これも桑の木ね、ほら。これ見つけました、ほら。ちょっともう紅葉してき、始めたけどね。これ私一回ね、前ね、去年あたりね、知らないでね、気づかなくてね、伐採しちゃったんですよ。根っこから切っちゃってね、ほら、丸太、切っちゃったんですけどね、見えるかな？ただちゃんとね、なんていうの、ヒコバエっていうの？横からいっぱい生えてきまして、元気に育っててね、まだこの木は、ヤギに見つかってないんでね、今んとこ無事なんですけどね、なんとか育ってくれてね、うん。まあ、そのとこですね。でも、草だいぶボーボーですけどね、もうこれ、すぐ秋になるとね、もう全部枯れちゃって、全部はね、ほとんど、草はなくなっちゃいますけどね。うん。まあ、いい季節になってきました。そういうことでね、先ほどの続きでした。ここちょっとね、今草を集めてるんですけど、ちょっと草を抜いてね、こちらもちょっとね、畑にしてね、先ほどのライ麦とかですね、それからレンゲとかね、こっちの下の方にも植えてみようかなと思ってるんですね。はい。さあ、以上です。今日は楽器をね、一つ収めてきましてね、オーダーいただいたので、あともう一つ二つ残ってるんですけどね、作り終わって、あと発送するだけなんですけど、とりあえず肩の荷が下りたところですね、うん。よく食べてます。にゃんこはね、いるんだけどね、時々3、4日帰ってこなくて、昨日、おととい帰ってきて、もうあと、ぼーっとしてますけどね、どっか行っちゃったかな、またね。まあ、そういうことです。そういうことでね、今日の、9月19日かな、今日。カツラをもらうレポートという形でね、おしまいにしたいと思います。では、ありがとうございました。失礼します。